とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、カカロットやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、フリーザと悟空が戦うよ。行ってみます。貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。消えやがれ。何がおかしい？バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。フリーザー、何？フリーザ、やっぱおめえとはちゃんとケリつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。孫悟空、何度俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前にいてはいけないんだ。おい、行こう。あ、レベル一緒か。おい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 、そんなに与えれるのかい。カメハメハでそんなにダメージいくのかい。いける。あ、待って、スタン取ってみたいけどな。ちょっとダメだな。おっと、やるかな。待て、おお、気力がなかったんかい。気力さすがに使うね。さすがにブルーの技は気力をめちゃくちゃ使う。あ、ダメだった。おでもガードしちゃうよ、そんな。おい、これさ、いけるか。あー、カメハメハじゃ消せないのか。あー、もう残念ながらもうあと一発です。おっと、もう一発来るか。あ、気力がなかった。ごめん。気力なかったわ。気力なしかい。はい、終わりです。お、なんだなんだ。ああー、なんかこういうのあるのね。あ、楽勝すぎる。弱かった。弱かったね。カカロット、貴様何を。
わりわり、これにはわけがあって。どういうわけか知らんが、俺は貴様と交代しろなどと言っていないぞ。お父さん、一体何が。実はさ。やれやれ、みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。いいじゃないですか、これでまた美味しいものが食べられるんですから。それにしてもあの二人、新しい力を完全にものにしたようですね。これなら本当にヴィルス様と互角に戦えるようになるかも。まあ二人が手を組めばの話ですけど。どうだかね。にわかには信じがたいが、時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれんな。でさ、今回はなんとかなったけんど、俺は思ったんだ。最初から二人で組んで戦えば、こんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。ごめんだな、俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。はは、よかった、俺もだ。やっぱ一人で戦えてよな。ほんと面倒なお二人ですね。帰るぞウィス。まあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。地球に再び訪れた平和。しかし今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。そして悟空とフリーザの宿命がこれでついえたかどうかはわからない。新たなる覚醒のクリア後について、新たなる覚醒後編クリアおめでとうございます。クリア後では新たにサブストーリーが発生します。助けを待っている人たちの元に向かってみましょう。ほう。で、そしてブリーフ博士に話しかけると、また初めから遊ぶことができるみたいだね。そうかそうか。そして破壊神への挑戦2。ヴィルス星では新たな破壊神への挑戦が待ち受けています。キャラクターを鍛えてから挑戦してみましょう。やった、まあ、こういうのをね、新しく出るみたいだ。はい、やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。